鳥取市の中心部、本通商店街。商店街の一角に期間限定でオープンしたのはこちら、なんと水族館なんです。先月24日にオープンした、その名もコモド町中水族館。町づくりに取り組む鳥取市の会社が空き店舗を活用し、およそ100平方メートルを改修。開催期間中、淡水魚や海水魚およそ50種を順次入れ替えながら展示します。中心市街地の活性化とともに、コロナ禍で外出自粛が続く中、親子らが気軽に立ち寄れる癒しの場になればという思いもあるとのこと。行動制限がある中で、特に子どもたちがなかなか楽しい思いっていうのがすることがなくて、街中にこの水族館があったらいいなっていう夢のようなあの構想から始まりました。やってきたのは、会社が運営するコモド第一保育園の園児たち。専門家に習って餌やりを担当することになっています。命の大切さや自然の豊かさを感じてもらうのが狙いです。どろどろ爪立ち。オープンして最初の週末となった土曜日、入場料は子ども無料、大人は1人100円ということもあり、朝から多くの親子連れたちが訪れ楽しんでいました。クラゲがとか見るのが面白い。なかなか外に出ることもできないので、こういった近くにですね、子どもたちが生き物と触れ合える機会を作ってもらって大変ありがたいと思っております。水槽はすべて子どもが見やすい高さに設置。抱き上げたりする負担を減らし、親子で一緒に楽しんでもらうための工夫です。この街中にあるってことで、日常の生活の中でふらりと立ち寄る、なんか自然の生活の中の一つになってもらったらなと思っています。コモド町中水族館は来年1月31日まで開催されています。